一般的に筋トレ愛好家はお酒嫌いますよね。はい。でも僕はお酒大好きです。超大好きです。プロテインよりもハイボールの方が好きです。ルールル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 はい、どうも。新宿二丁目最強のバイク、ハガソンです。どうかな、ちょっと顔が。ちょっと寝起きなんでむくんでるかもしれないですね。ああ、まあしょうがないね。体重も100キロまで戻っちゃったんで。はい、一週間経ってね、神奈川選手権が終わって、まあ、8月5日にね、からまあ僕のバルクアップ計画が始まったわけですけど、まあ、ちなみに8月5日は僕の26歳の誕生日でありました。はい、メッセージくれた方々はありがとうございました。で、まあ、食事制限が 7ヶ月間続いたんで、まあ、自由に飲み食いできるっていうのをね、考えると本当に今幸せです。そしてまあ、以前からね、まあ、バルクアップに関して、まあ、質問が多かったのと、まあ、ちょうどいいのでね、はい。今回は僕のバルクアップ計画を紹介していこうと。まあ、食事編なんですけどね。はい。紹介していこうと思います。よろしくお願いします。それでは、バルクアップ計画、食事編についてお話ししていこうと思います。まあ、ちょっと今寝起きなんで言葉とか突っかえちゃったらごめんなさい。はいね。ちょっと頭がうまく回転してないみたい。で、まあ、当たり前なんですけど、まあ、食事はね、めちゃくちゃ大事です。はい。筋トレは1日1回しかやらないかもしれないけど、食事は1日に何回も食べますよね。筋トレか食事か、どっちが体に影響を与えるかっていうと、僕は断然食事だと思っています。どんなに超ハードにね、どんなに追い込んだ筋トレしてても、まあ、1日5食とかラーメン食べてりゃ、それは大デブになりますよね。よくさ、バルクアップだーとかさ、よく言って、まあ、カロリーだけさ、とにかく取って食った気になってる。カロリーだけ取ってね。そしたらね、いつまで経っても、成長できないし、もったいないです。大幅なね、バルクアップっていうのはね、いつまでもできないです。僕は思うんですけどね。若いうちだけだと思います。はい。特に20代。そんなゴールデンタイムね、まあ、僕も26になったばっかなんですけど、今ゴールデンタイムだと思ってるんですよ。うん。ゴールデンタイムの後半だと思ってる。はい。ゴールデンタイムを無駄にしないためにも、大会終わった直後から、僕は食事を意識して取っています。はい。で、僕がね、食事意識していることを挙げていきます。はい。7つあります。1、基本的に食事はクリーンなものをたくさん食べる。2、タンパク質は粉ではなく固形物から取る。3、ビタミンを意識して摂取する。4、酒は飲んでいいけど、適度な期間を空ける。水は無理のない程度にたくさん飲む。6、お菓子は食べていいけど食べ過ぎないようにする。で、最後7、食事会はガンガン参加する。この7つです。では、それぞれ、解説していきたいと思います。はい。では、1つ目の、食事はクリーンなものをたくさん食べるに関して話していきます。まあ、これはね、僕の過去の経験からたどり着いたことです。はい。まあ、学生時代僕は、まあ、オフシーズンは、まあ、割とね、何でも食べてました。で、使用重量はなんとなく伸びるんだけど、でかくなってるかと言われれば、なんかいまいち。体重は増えるんだけど、なんか、いまいちでかくなってる感じはしなかった。社会人になってからはね、まあ、とある選手がね、今有名なとある選手がジャンクフードを食べてでかくなったと聞いたもんで、うん、まあ僕も真似して、お菓子や、まあ、ジャンクフードを主食にして、で、タンパク質は、プロテインパウダーから取って、とにかくカロリー、プラスタンパク質、みたいな考えで食事を取っていました。うん。そしたらですね、まあ、体はね、ブクブクになる。僕の場合は。ブクブクになって、筋トレの調子も全く上がりませんでしたね。なんか特に重量も伸びなかったんですよ。で、まあ、この経験を経て、まあ、僕は、クリーンなものから食、栄養を取ろう。これじゃ強くなれねえと思ったんで。って考えて、2017年の5月から、食事を一変して今のスタイルに、切り替えました。で、それからというものですね。まあ、2017年度、2018年度の、まあ、パワーリフティング大会でいい成績を残せて、で、今年のボディビル大会も、まあ、前回、学生時代と比べて10キロ体重増やして、ステージに立つことができました。もしかしたら、まあ、そのままね、そういういわゆるダーティーな食事を続けてたら、パワーリフティング大会でもいい成績残せなかったかもしれないし、まあ、ボディビルでも前回と変わらない体重だったかもしれないしね。わかんないけど、でも、やっぱりね、食事はクリーンなものを大量に食べるのが正義だなと僕の中では確信を持った
わけですよ。で、ジャンクフードはね、まあ体重増えにくい人、何を食べてもなかなか増えない人と、あとそれをね、食べてもでかくなってしまう天才だけが食べてればいいと思ってます。なので僕ら凡人はね、僕含めて凡人は黙ってクリーンなリアルフードをね、食べましょう、食べてましょう。はい、じゃあ2番のタンパク質は固形物から摂取するということに関して話していきます。最初に軽く触れてしまったんですけど、タンパク質はまあ僕プロテインパウダーからではなくて、基本的に固形物から摂るようにしてます。これは食事からのタンパク質ってことですね。食事で摂るタンパク質は固形物ってことです。その方がね、筋トレ中の筋出力、力も出るし、筋肉が張る感覚があるんですよね。まあこれもね、個人的な体感なんですけど、プロテインパウダーでタンパク質を例えば 400g摂取するより、粉だけで 400g 摂取するより、肉からタンパク質を 200g 摂取してた方が体に有益なね、影響を与えてくれるような感じがするんですよね。同じタンパク質なんですけど、後者の方が筋肉がでかくなる、固形物からタンパク質を取ってる方が筋肉がでかくなる感じがしたんですよ、僕の経験上。はい、1年2年ちょっと実験じゃないけどね、体の様子見せたら。でもね、でもここが重要なんですけど、別にプロテインパウダーが必要ないって言ってるわけじゃありません。僕もね、まあ、540プロジェクト様から、まあ、サプリメントを提供していただいてますし、プロテインは必要に応じてがっつり飲んでます。プロテインが必要なタイミングだというふうに思ってるのは、トレーニング後、あとは、まあ、間食、時間がない時とか。もう僕も特に増量期なんで、物を詰め込むんですよ。で、本当に肉を入れる隙間がなくなってしまったっていう時とかには飲むし、時間がない時、言ったっけにも取ります。トレーニング直後は、肉よりも粉の方がいいです。そういうプロテインパウダーの方が向いてるタイミングっていうのはあるんで、朝とかね。別にプロテインを否定してるわけではないし、僕も必要な時にガッツリと飲んでます。けど食事から取るっていう風に考えた時は、固形物の方がメインに、そっちをメインにした方がいいんじゃないかなっていう風に思ってます。ここで僕が言いたいのは、もうプロテインパウダーは、まあ、基本的にはプラスアルファの補助ということですね。食事にプラスして補助として取るものって感じなんですけど、でもね、これってよくまあ聞くセリフじゃないですか。よく聞くんですよ。よく聞くセリフなんだけど、しっかりこの意味をね、理解するのには僕結構時間かかりました。これもちょっと人から ジムの先輩からね、言われたことなんですけど、いいかって、ライオンは粉なんか食ってないだろう。あいつらは肉食ってるんだ。粉なんか食ってるからお前は勝てないのだって。まあこれ他の動画でも言ったんだけど、まあここまで言ってもね、まあ納得できない人、ジムの先輩に今の言葉言われたんだけど、ここまで言っても、ね、納得できない人はまあ2年くらいかけて自分で実験してみてください。はい。粉だけでタンパク質を取る年。固形物メインでタンパク質を摂取する年、まあ、どっちが体やね、筋トレに影響を与えるか、まあ、それでプロテインでもでかくなったし調子も良かったっていう方は、まあ、プロテインでもいいと思うんですけど、まあ、大体は固形物メインの方が調子いいような気がするんですけどね、どうですかね。うん、まあ実際固形物メインの方がいい影響があったっていう声もよく聞くんで、まあ ぜひね、皆さんも我慢して食べてみてくださいな。じゃあ3つ目のビタミンを意識して摂取するについてお話ししていきます。はい、これは前回の今までのオフシーズンで、まあ、意識してなかったことなので今年追加してみました。はい、ビタミンの大まかな役割は、体調管理はもちろんなんですけど、まあ、摂取したタンパク質を筋肉に運ぶ役割があります。これ超重要な役割ですね。今までビタミンなんていらねえよみたいなね考え方だったんですけど、だってビタミンなんてさ、取ってもなんか取らなくても体感なんていまいちないじゃないですか。普段口にしてるもの、食材から、まあ、ビタミンなんて取れてるでしょうぐらいの考えだったんですよ。まあ今回ね、意識してたくさんビタミン取ってみて、まあ体の調子や筋トレの調子、影響を、まあどんな風に与えるのか見ていきたいなと思っています。はい、ビタミン剤なんて、まあそんな高いもんじゃないんで、まあたくさん取るにね、まあ、取るに越したことないと思うんで、ビタミン取ってみます。で、ちなみにビタミンは野菜からではなくって、ビタミン剤、マルチビタミン、ミネラルから摂取します。まあ理由はね、まあ野菜はほとんどがね、まあ水分でね、お腹のスペース埋めちゃうんですよ。しかも結構高いじゃないですか、野菜ってね。野菜自体、大して栄養ぶっちゃけないだろうっていう考えだからなんですよ。はい、別に料理人の人にね、喧嘩売ってるわけじゃないです。はい、ごめんなさい。じゃあ4つ目の、酒は飲んでいいけど、感覚ちゃんと開けるっていう話していきます。一般的に筋トレ愛好家はお酒嫌いますよね。はい、でも僕はお酒大好きです。超大好きです。プロテインよりもハイボールの方が好きです。ハイボールずっと飲んでたいです。うん、嫌いな人は飲まなくていいと思います。
うん、でも僕はお酒好きだし、やっぱ飲みたくなるんですよね。うん、ずっと飲まないと、ストレスになっちゃうんですよ。ストレス抱えながら筋トレしてても意味がないと思ってて、ストレスで筋肉分解されちゃいますよ。で、さすがに毎日飲むのは問題ですけど、まあ、適度に期間を空けて、飲んでればお酒だって飲んでいいと思ってます。ストレスになるくらいだったら飲んだ方がいいですよ。マジで。お酒を飲むと筋合成が弱まって、まあ、筋トレした意味がなくなるっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、別に全てのね、意味がなくなるわけではないと思ってるし、確かね、筋合成ってお酒飲むと 70% ぐらい落ちるそうです。けど、30% は残るんですよ。少なくともプラス。少なくともプラスです。ならいいじゃんって感じ。気難しく考えないで、楽しくストレスフリーでやっていきましょうよって感じなんだけどな、僕は。ストレスフリーはね、まあ、僕が一番大切にしてることです。はい。で、5個目の、水は無理ない程度に多く飲むに関して、サクッと、これはサクッとね、話していきます。はい。まあ、詳しくは説明できないけど、水は大切な栄養素って感じ。水は栄養の代謝をさせるね、大切な成分、栄養だしね、いわゆる栄養だし、筋肉の中のね、ほとんどは水分です。水が不足してると筋トレ中パンプしないし、まあ、単刀直入に言うと、バルクアップもできないと思ってます。水に関しては、以上です。はい。じゃあ、6つ目の、お菓子食べていいけど、食べ過ぎない程度にっていう話をしていきます。まあ、人である以上、僕もね、一応人間なんで、人である以上は一度知ってしまった快感は、また感じたくなるものですよね。それはお菓子でも同じだし、まあ、もちろん、ちょめちょめでもね、同じことだと思います。はい。まあ、いくらね、体にそこまでいい影響を与えないとは分かっていても、お菓子をね、食べたくなる瞬間はもちろんあります。先ほどのね、お酒に関する時も言いましたけど、まあ、食べ過ぎなきゃいいわけですよ。ね、僕もね、頻繁に甘いものを欲する瞬間があります。減量してるわけじゃないんですから、別に食べたくなったら食べてもいいんですよ。でもね、僕の場合はお菓子はつまむ程度ですね。まあ、大体オーバーカロリーな食事をしてるんで、まあ、ちょっと食べると、そういう欲もすぐ収まるので、まあ、必要以上に食べる必要はないかなって思ってます。はい。なんかね、お菓子食べるとね、弱くなるような感じがするんだよね。弱くなるっていうかね、弱くなるんじゃないかって怖いんだよね。減量中あんな切り食いしてたのに。まあだけど、オフはこれぐらいちっちゃく済ませる。お菓子も、お酒も、まあ一緒にね、まあストレスフリーでうまく付き合っていきましょう。じゃあラストの食事会はガンガン参加しますっていう話をしていきます。筋トレだけしてれば人生うまくいくのか、それだけではうまくいかないと思っています。はい、人との付き合いも大切にしましょう。まあ、ダイエット中はなかなかね、誘われても、食事会に行ける機会は少ないと思います。はい。うまくね、調整する必要がありますよね。泣く泣く断るとか。まあ、僕はオフシーズン都合が悪かったり、まあ、よっぽどの都合がない限りは参加します。はい。その時はまあ、割と何でも食べるんですけど、はい。まあ、一日、もしくは一食ね、食べた程度じゃ、脂肪にはならない。はい。まあ、これは、減量中のチートデイと同じですよね。まあ、ただでさえオフシーズンはオーバーカロリーなんですけど、まあ、僕は普段のね、オフシーズンの生活は普段から食事はある程度節制しています。何のための節制なのか、まあ、それは体作りのためでももちろんあるけど、まあ、みんなとの食事会やイベントのための節制でもあるんです。普段から節制してればちょっとハメ外したぐらい大丈夫ですよ。普段からね、節制してればの話なんですけどね。はい。では最後に、バルクアップ計画食事編のまとめについてお話ししていきます。今まで、これからの食事で、気をつけていくこと、7つお話ししていきました。まとめると、1、食事は基本的にはクリーンなものをたくさん食べる。2、タンパク質は粉ではなく固形物から摂取する。3、ビタミンを意識して大量に摂取。4、お酒は飲んでいいけど、適度な間隔を空ける。5、水は無理のない程度にたくさん飲む。6、お菓子は食べていいけど、食べ過ぎない程度に。7、食事会はガンガン参加する。はい、この7つ。まあおそらく、まあ今後もね、ずっと続くだろうし、これからのね、オフシーズンね。今年じゃなくて、それ以降の何年後のオフシーズンもずっと続いていくもんだと思うし、ベースになるはずです。1、2、3、5は多くの人に当てはまる事項だと思います。間違いないということです。でも特に1と2は分かっていても辛くて続かない人がほとんどだと思います。でも、続ける人が成長し続ける人です。はい。よくね、ノーペイン、ノーゲインって言いますよね。痛みなくして得るものなしっていう意味なんですけど、筋トレ中の話だけだと思ってませんか？僕は違うと思います。
筋トレだけしっかりしてやってれば筋肉つくだなんてね、まあ、そんな甘い話があってたまるかよって感じなんですよね。みんなでかくなっちゃうんですよ。そしたら、筋トレなんてみんな頑張って当然なんですよね。筋トレのやり方でも差別化されるだろうけど、まあ、食事の方がよっぽど重要だし大変です。まあ、みんなねどんな飯食べてるかは知らないけど、まあ、たまにね SNS で流れてくる食事の写真がねあるんだけど、まあよく見てます。僕もあ、この人俺には勝てないなって思ったりしてます。毎日毎食のようにねパンケーキやらラーメンなんかね食べて強くなれるほど甘い世界じゃないぞハートみたいな、で食事でもねクリーンなものを食べ続けることが大きな成長をねもたらす要因だと僕は思ってます。でも僕はね納豆ご飯と胸肉味噌汁を、食べれることにね幸せを感じてるので全く辛くありません。なので今後のね成長がめちゃくちゃ楽しみです。はい、11月にねパワーリフティング大会あるんで見たろよ、待っとれ11月パワーリフティング大会って感じです。てな感じで食事編はこれで以上です。次回はトレーニング編、バルクアップ計画トレーニング編について、話すと思いますので皆さんお楽しみにしててください。ということで今回の動画はこれで以上です。はい、じゃあバイバイ。とっとこ食べるよ歯が太郎、どこでも食べるよ歯が太郎、大好きなのはバナナと卵、ルールルールー。